どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。でご紹介するモッドはですね、サンクチュアリーポストワーリビルド PS4 っていうモッドになります。こちらのモッドはですね、サンクチュアリーにあります壊れた廃屋を通常のバニラと同様に現存するサンクチュアリーの家屋を設置し直したモッドとなっております。でバニラと同様の家屋を設置し直していますので、家の中の作りなどは全て似たような感じの作りとなっております。あとはですね、ロード順になるんですが、居住地関連のモッドとなっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドと UCO モッドの間にロード順の方を置いてあります。それではですね、どのような感じに変わったか簡単にご紹介の方をしていきます。で現在はですね、サンクチュアリーの入り口にあります橋の手前の方に来ております。見てわかる通り看板の方が設置されております。どういうふうに変わったかと言いますと、通常であれば目の前にある家屋などは廃屋として使えない状態だったのですが、モッドを導入していただきますと、通常のバニラと同様の家の方が設置し直されています。家の中の方はですね、リプレイスされていますので、他の住居と同じような作りとなっております。もちろんですね、他の廃屋であった場所の方もきちんと設置し直されてますので、こういうふうに家屋として使えるようになっております。
あとはですね、通常通りクラフトの方も可能となっておりますので、お好きなようにご自身の方でインテリアなどをしてもらえればいいかなと思います。このようにですね、モッドを導入していただきますと、バニラの時であれば解体しかできなかった廃屋がモッドを導入することによりまして、家屋が設置し直されているモッドとなっております。新たに居住区画の方が増えますので、クラフトの方も楽しくなるかなと思います。また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はサンクチュアリーポストワーリービルド PS4 っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。